はい、今日はその場で当たりが分かるものを買ってきました。まずこのペビシスペシャルはカップヌードル6色オリジナルセットが当たる可能性があるくじです。当たる可能性がね。それでこっちは麺作り、いつでもこの味プレゼントキャンペーン、1、10、100、1000、万、1万名様にプレゼント入っていれば当たりということで、この1000円オリジナルクオカードですね。してこれが熟カレー20周年記念クオカード500円分が入ってた当たりということで、どれか一つでも当たっても嬉しいです。では麺作りから開けていきたいと思います。では早速麺作りから開けていきたいと思います。じゃあこのこれなんだろう、醤油、ではまあわからないんでいいや。これはうまみの合わせ味噌ですね、すいません。では一斉ので、はい、入ってませんね、入ってません。して、じゃあはるくんちょっといい、この濃厚豚骨、一斉ので、はい、入ってませんね。じゃあこの鶏ガラ醤油いきます。あ、びっくりした、ピンクだけ違うんかと思ったら、なんだ、入ってないね。1000円クオカードゲットできず。では次はこのジャンジクガレーカレーを開けていきたいと思います。はるくんはもう箸まで用意して食べる気満々です。あ、はるくんだけずるいぞ、あとちょうだいよ。はい、いい匂い。はい、では次はコクと香りの二段熟ガレーカレーを開封していきたいと思います。そしてまあ余談なんですが、予想、これなんか重いんですよ。でグラムは同じなんですよ、入っている容量などは同じなんで 144g なので、これだけ重いのでこれは後でお楽しみにとっておきたいと思います。では最初甘口辛口開けていきたいと思います。では辛口から、はるくん食べていいよ。ではせーの、じゃあはるくんが食べるところで開けますか。はい、せーの、ドン、入ってない。じゃあ甘口、せーの、ドン、あーつわ、入ってません。じゃあこのカレーいきます、いきます、はい、何も入ってない、なんだと、これが重いだけか。でもこれお得じゃん、これが 144g だったらこっちの方が重いけ、なんか入ってる量お得かもしれん。測り間違えちゃうよ多分。だって重いもん、なんか、そうか、うまいか。じゃあ次はこのスペシャル、ペプシスペシャルを開けていきたいと思います。では次はペプシスペシャルをこれは削るので削りたいと思います。ではこっち側から、皆さん削りますよ、いいですか。では100円で、お、外れ外れ外れ、ほうほう、これいいね、カスが出ん、カスが出んやつですね。では2個目いきたいと思います。あれ、この図はハズレの図ではないでしょうか。はい、ハズレ、あー、うまおいしい、ということで終わり。まあ今回一つも当たりませんでしたが、いっつも
私の同級生並み力が強い。まあ、というわけでこれで終わりということで、今回一つも当たりませんでしたが、楽しかったらダメよ、楽しかったです。ではまた見てね、バイバーイ。あー、8年目やられるかと思った。